はい、バグタウンです。今日は早速ね、作ってまいりました仮面魔獣マスクドヘルレイザー、これをね、活用したデッキ作ってまいりました。っていうか、こいつが来たってことはもうあの仮面兄弟は実装されんっていうことでええんかな、どうなんやろう。まあ、まあ、仮面魔獣デス・ガーディウスも実装されとるっていうところからして、多分実装されんのやろうな。免疫兄弟がされとるから、あいつらもされて欲しかったんやけど、正直。まあ、結構ね、原作読んでたら、非常に、海馬と遊戯のタッグデュエルが見れる、非常にね、熱い、話ではあったので、僕は仮面モンスターは、基本的には好きです。で、仮面兄弟が使えないってなったら、やっぱりね、悪魔族なので、そこを闇枕をね、使って、デッキの方を組んでまいりました。で、その闇枕、もちろん悪魔送り、まあ、もちろんかどうかわからんけど、悪魔送りで、ダークネクロフィア、デスガーディウス軸の、マスクドヘルレイザーがプラスアルファで出せりゃええなっていう感じのデッキにしてます。で、なんでそういうような構成したかって言ったら、マスクドヘルレイザーが、レベル8なので、それのコストとなるように、ダークネクロフィアまたはデスガーディウスはもうぴったりね、8なので、そこと相性がいいなと思ったのと、特にね、相性がいいなと思ったのがデスガーディウスなんですよね。デスガーディウスの効果が、このカードがフィールドから墓地を送られたとき、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象とし、遺言の仮面1枚を装備カード扱いとし、モンスターに装備するっていうことなんで、デスガーディウスをフィールドにさえ出していれば、ヘルレイザーを出すための、マスクドヘルレイザーを出すための儀式として、ガーディウスを、リリースすることによって、フィールドから墓地へ行くので、そこでデスガーディウスの効果も使える上に、マスクドヘルレイザーもフィールドに出るっていうことが可能なんですよね。ということで、非常にね、そこは相性がいいかなと思いました。さらに言えば、オクトロスで、今言ったね、3枚のカードは全てサーチすることが可能ですので、そこもいいかなと思います。で、その儀式するのにあたって、めっちゃエイトって言ってしまうわ。絶対エイトって言ってしまうわ。くそ。おい !3 回目っていうことで、デスガーディウスを出すにあたって、この、ゼノがね、結構ね、出しやすくなるんですよ。デスガーディウスを出すにあたって。で、そのゼノと、相性がいいなとも思ったんですよ。そのマスクドヘルレイザーが。ゼノで相手のモンスター奪って、ね、で、それを儀式のリリース、対象とするっていう形でも、全然僕はいいかなと思います。で、このデッキ25枚構成になぜしているのかと言ったら、遺言の仮面が、極力ね、来たらもう本当に、損でしかないので、それがなるべく来ないようにという意味で、入れているのと、あとは悪魔送り。なるべくね、墓地にモンスターを貯めて、ダークネクロフィアを、展開していきたいなっていう気持ちがあるので、25枚デッキとしております。で、あとは相手の攻撃を防いでいく、アヌビスの呪い、イタカーの暴風、そして、ゼノ等がいるので、僕は陽動作戦も合うかなと思いまして、陽動作戦を3枚、プラス、クリボールも3枚。っていう形で、相手の攻撃をしのいでしのいで、こちらのモンスターを墓地へ送って、オクトロスでサーチしてという形で、やっていってます。さあ、今この展開であれば、クリボールで相手の攻撃防いでいく。で、オクトロスも引けているので、あ、ちなみに悪魔送り使うために、モンスターをね、墓地へ送ってもらわなくてはならないという、効果じゃねえな、条件があるので、まあ、そこら辺も、クリボールを使ったり、陽動作戦であったり、イタカを使い分けるっていうことで、一体だけ倒させて、あとは食らわないよっていうこともできるので、クリボールはまあ、やっぱり相性がいいかなと思いますね。さあ、エネミーコントローラーか。まあまあ、よかろうでしょうっていう感じやな。っていうか、相手が、
豪華な重機士なんで、特殊感本当に非常に弱いんですが、こっちがねかなり、相手の攻撃を防ぐカードをたくさん入れているので、そのあたりで全然しのいでいけるかなと思います。でこのデッキな、まあ結局今、手札に儀式カードはあるんだが、モンスターカードが来ないと結構ねやっぱり1枚ずつのピン出しだったら来ない確率が、非常にね高いです。ただコズとも戦えるという展開もかなり多いです。だからちょっとなそこら辺サーチカード、ソニックバードか千住ゴッドかそのあたり入れて1枚ずつぐらい入れてもええんかなーっていう気持ちもちょっとだけしました。うん。でヘルレイザーはオクトロスの効果でまあ手札に呼び寄せますよね。で、悪魔送り使うことによってデッキ枚数もどんどん減っていくんですよ。ということでモンスターが減っていくのでまあおのずとトラップ魔法が残る形になるんですが、そういった意味でも儀式魔法が引きやすいような、効果となっているのかなと、個人的には考えています。さあじゃあ喋、りたいことを喋ったんで今回の、イベントについてちょっとな、個人的な意見を言おうかなと。ちょっとなダイスもらえる量少なくね。前までさ最大8個か10個か合わせたけどそっくらいもらえよったよな。なんか今回4個ぐらいしかもらえなくて、でしかもさすっげー欲しいカードがたくさんあるんですよね。ギルファーデーモン、パーサーウォーリアー、なんかなその当時原作を見ている人たちの心を揺さぶるカードが、あったので、ちょっとそれをすごくね集めたいのになかなかその周回することが難しいという、まあこれが多分あれかな、運営さんがニューロンコードを使わそうというような流れでやっているんかな、どうかなっていう勝手な推測なんですが、まあそれはそれでねいいんですが、まあちょっとねランクデュエルもやって、あちなみにこれご存知じゃない方もおるかもしれんので一応言っときますが、ランクデュエルすれば、勝利報酬として2個ダイスがいただけますので、ニューロンコードあと課金したくない方はまあそのランクデュエルをいっぱいやって、手に入れるというのがまあ王道手段なのかなというところがありますね。ただなすっごい時間かかるんでもう俺はどうしようかなっていう感じに今なってます。迷ってます。とりあえず貯めてるニューロンチップっていうかな、まあ、ニューロンあれを今使ってもええんかなと。結局その今が確か報酬かける2倍鍵とかがかける2倍になってるので、やっぱりどう考えてもそういうのと合わせて使っていった方がいいっていうのと、あとはパンドラのレベル上げとしても、全然ニューロン使っても悪くないような環境なので、もう使うとしたら本当今かなという気持ちが、しますね。さあそろそろ、年末近づいてまいりました。実は、年末年始まあねちょっと特別ないつもと違うような動画を上げようとも、考えております。ぜひねそのあたりを楽しみにしていただければなと。で、その楽しみにしていただくのはいいが、僕が動画を上げたのが気づかないっていう事例がねあると思うんで、ぜひねチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあいつも言ってる、このセリフを言います。もしこの動画、このデッキちょっとでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタン、コメント、ツイッターもやっておりますので、ぜひぜひ登録の方よろしくお願いします。さあで、ネクロフィア引いていく。やっぱりねなかなかなヘルレイザー出せませんこのデッキ。もうちょい寄らしてもええんかもしれんなっていうとこではありますね。まあその代わりネクロフィアとデスガーディウスはもうバンバンね、このように出していけるので、それでね悪魔族デッキをぜひお楽しみいただければなと思います。さあそれでは皆さんイベント頑張りましょう。頑張ってカードを手に入れましょう。ということでヤグタウンでした。またね。